뽀뇽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  스타일. 뽀뇽뽀뇽? 가오리 쫀, 유베노 의사산 거고 타노시카타 데쥬네. 하이? 다카짱 다소, 교와 나니 우치모치우까? 다카짱? 소다, 도로보산이 나로우까나? 도로보산 데스까? 소다요, 다카라 도아노 카기와 아케토이테네. 가오리짱와 사키니 베토니 이테네. 타카짱와 도로보산이 나루까라. 에? そしたら タカちゃんは モニョモニョするの? モニョモニョ? お仕事は息子のヨシユキに全部押し付けたから これから急いで行くから待っててね。 ヨシユキさんに押し付けた? あんな奴は家に帰らないで仕事すればいいの。 そんな… もうすぐカオリちゃんに会えるのを楽しみだな。 じゃあね。 お父さん、私カオルですけど。 昨日は実家に家族で伺わせていただいてありがとうございました。昨日のキララの服は何だ? え、ワンピースですけど。 スカートの丈が短すぎるだろ。 膝が出ていたぞ。 そうですか? 10歳くらいだと普通なんですけど。 社長の孫娘があんな格好みっともない。 では、次伺うときはズボン履かせますね。 ズボンはダメだ。 ダメですか? 女なんだからスカートじゃないと。 では、もう少し丈の長い服を探します。それと、黒じゃなくてピンクとかにしろ。キララが黒が好きなので。そんなわがままを言わせるんじゃない。ピンクだ。ピンクですか?嫁として孫娘をちゃんとしつけなさい。自主性を尊重するのも大切かなと。親元にいる間は自主性なんかいらん。すみません。それと、手土産のセンスも悪い。 トラヤの洋館を嫌いでしたか?前に喜んで召し上がっていたので。飽きた。今度は違うものを持ってこい。申し訳ありません。お前は気が利かない嫁だな。以後気をつけます。再来月のお父さんの会長と義行さんの社長就任パーティーなんですけど、お父さんはモーニングですか? お父さんの服装に義行さんも合わせた方がいいと思いまして。社長は譲らんぞ。 え、義行さんとの社長交代は1年前に決まっていますよね? 気が変わった。会社の方もそれで準備を進めているって義行さんが言っていましたけど。知らん。お父さん、どういうことでしょうか? かおりちゃん、ぴえん。 ぴえん? ぴえんなの。 え? たかちゃんぴえんだから慰めてほしいの。 タカちゃんですか? 息子の義行が僕に社長辞めろって言うの。そうなんだ。それで会長になれって言うんだよ。タカちゃんは会長嫌なの? 社長がいい。なんで? 息子に邪魔者扱いされるから。義行くんはそんなことするのかな? するんだお。そうなの? だから義行を怒鳴りつけてきた。あいつは出来損ないなんだお。 何にも仕事のできない無能なの。そうかな。だからたくさん仕事をやらせてるの。義行さん大変だね。あいつはいいの。残業も出張もいっぱいさせるんだ。休みもなしにして家に帰らせて喜ぶのい。義行さんかわいそうだね。かわいそう? かおりちゃんが義行をかばうならもっともっと働かせる。え、かばってなんかないよ。それに会長なんて面白くない。 会長はかっこいいと思うよ。いやだ。それより、これから行くから、ピエンナ僕をいい子いい子してね。いい子いい子ね。膝枕もね。うん、そうね。義行はどうした?連絡が取れんぞ。昨日海外出張から帰ってきて、時差のせいかまだ寝ています。なんだと?さっさと叩き起こせ。 でもずっと仕事だったので、今日は代休だって義行さんが言ってましたけど。そんなものは取りやめだ。すぐに来て仕事しろって言え。でも義行さん疲れていますし。なんだと?嫁のくせに生意気な。私に盾つくんじゃない。でも最近義行さん出張も残業もすごく多くて、昨日も顔色が悪くて、今日だけでも休ませてあげてもらえませんか?嫁が仕事に口出すするな。
仕事のこと何も分かってないだろ。それはそうですけど、体を壊したら元も子もありませんし。夫の体調管理は嫁の義務だ。義行が疲れているのはお前のせいじゃないのか。そんな。大体出来が悪い嫁のくせに余計なことばっかり言うんじゃない。義行が仕事できないのは嫁のせいだぞ。夫の世話もできないなら離婚しろ。ピエン。ピエン？カオルちゃんピエンなの。え？タカちゃんが怖くてピエンだお。何ふざけてるんだ。カオルちゃんピエンだからタカちゃんに慰めてほしいの。おい、どういうつもりだ。タカちゃんが怒るのやめたらいい子いい子して膝枕してあげるのにな。それは。それとも、むにょむにょぽにょぽにょの方がいいのかな。やめろ。泥棒さんになって目隠ししてあげてもいいよ。やめてくれ。お前がなんで知ってるんだ。私はカオリちゃんじゃなくてカオルなんだよ。名前間違えないでほしいな。どういうことだ。この画面をもっと上の方までスクロールするとわかるわ。嘘だろ。なんで。LINE の使い方、まだよくわかってないんじゃないですか。それにお父さん、酔っ払うと毎回記憶なくしますしね。まさか、香りじゃなかったのか。多分名前が似ているから、メッセージ送るときに間違えたんでしょうね。突然、タカちゃんからのメッセージでびっくりしました。それは、ちょっとした間違いで。そうでしょうね。まさか嫁とお医者さんごっことかするわけないですもんね。ちょっとした悪ふざけだ。かおりちゃんって誰です。それはその。お母さんご存知なんですか。家内には黙っていてくれ。相手は20代ですか。どうしてそれを。だって69歳のお父さんが LINE でピエンだなんて知っているわけないもの。いや、ちょっとした気の迷いというか。そういえば駅前のスナックにお父さんのお気に入りの子がいるって義行さんが言っていました。義行に話したのか。誰にも言ってませんけど、今のところ。頼む、内緒にしててくれ。どうしよっかな。カオルさん、何か買ってやろうか。ブランドのバッグとかどうだ。バッグ？アクセサリーとかでもいいぞ。黙っていてくれたら何でも言うことは聞いてやるから。タカちゃんって義行さんに優しくないんだもんな。それは。今日お仕事お休みでいいよね。ああ、休みにしていい。タカちゃんは社長を辞めて会長になるんだよね。それは。もにょもにょぽにょんぽにょんしちゃうぞ。わかった。義行に社長を譲る。なら許してあげるよ。頼む。絶対に内緒だぞ。うん。じゃないとタカちゃんがピエンしちゃうもんね。お願いだ。もうそれを言うのはやめてくれ。これからも何でも言うことを聞いてくれるんだよね。これからも？じゃないとカオルちゃんピエンだぞ。でもずっとというわけにも。じゃあかおりちゃんとお別れすれば終わりにしてもいいよ。別れるのか。お母さんにこの LINE 見せますよ。いいんですか。それは困る。これまでに何度も浮気して、今度やったら離婚ってお母さん言ってましたよね。お父さん娘婿だから、会社の株や資産の大半はお母さんの名義ですよね。これで慰謝料取られたらお父さん無一文ですよ。わかった。彼女とちゃんと手を切るからお願いだから。それでしたらいいですよ。その代わり、約束守らないときは、わかってますよね、タカちゃん。わかった、わかったからもう勘弁してくれ。じゃあ、もうピエンしないでね。その後、義父が会長に、夫の義行さんが社長になりました。会長になってからは、義行さんに会社で厳しく当たることもなくなったそうです。最近は私やキララにも無理なことを言わなくなりました。むしろ私には色々と気を使ってくれて優しすぎるくらいです。そういえばこの間キララが学校で覚えてきて義父の前でピエンと言った途端にめちゃくちゃ取り乱していたのがものすごく面白かったです。最後まで見てくれてありがとうございました。動画を良かったと思ったら高評価とチャンネル登録をぜひお願いします。